はい、どうも、ニクと申します。前回ね、エンド要塞見つけることができたので、今回はまあ装備の方をね、ちょっと強化していこうかなと思って、もう次回エンドラ討伐向かいましょう。まあエンドラ討伐したらね、このシリーズ終わっちゃうんじゃないかって思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、終わりません。多分マイクラは無限にやるので、このサバイバルのワールドは取っておこうかなって思ってます。まあ実際やりたいこと全然やれてないしね。で、ああ今死んだ、ここで。イカが。ダイヤの装備をとりあえず一式作る。ダイヤモンドで私を覆って。で、ダイヤがまだ余ってるので、剣もダイヤにしようか。で、レベルが低いので、まあ今回洞窟でちょっと経験値集めつつ、こんにちは。エンチャントしたいんだけど、絶対につけたいエンチャントが爆破耐性と、落下軽減。そう、これだね。絶対つけたいから、まあ、最初、足にしようか。で、弓もなかなかお強めのがある。ま、さすがに、エンドラ戦1回で壊れることはないと思うので、これに無限をつける。まあ、経験値トラップあるんだけど、ちょっとね、動画的にあれなので、経験値トラップを無限に殴ってる動画とか、どうかと思うから。よし。雑談もね、いろいろしたいから。最近、グノーシアばっかで、全然雑談できないんで。こっちにね、新しい洞窟あったんですよね。あったあった、これだ。で、今回は経験値が欲しいだけなので、まあ、石炭とか、レッドストーンとか中心に掘っていきたいな。あ、この洞窟終わった。まあ、でも空洞あるな、どっかに。この前友達とね、リモートポケカやったんですよ。ポケカ持ってない友達と。どうやってやったかっていうとね、一人回しができるサイトあるじゃないですか。あれ使わせてもらって、お互い画面共有をしてやったんですよ。楽しかった、超楽しかった。なかなかね、高くて手が出せないカードも、そのポケカのデッキ作成ツール使えば、まあ、そんなの関係ないんで。お、廃校とつながってる。ってことはここあれか。やべ、くっ、強っ。お、待って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 、出た出た出た。多くね？絶対スポナーある、絶対スポナーある。絶対にスポナーある。あ、てか、スポナーそこにある。見えたわ。え、てててて、お前バカバカバカ、お前バカ、お前何しとんねん。何しとんねん。で、これで倒していくか。イスギだなぁ。イスギくん。箱の中身は何じゃろうな。ゴミ。あ、エンチャントされた金のリンゴって、あれじゃね？もう、クラフトできないよね。結構レアか。昔はね、あれ、クラフトできたんですけど、こんなもんでいっか。超湧いてるなあ。こいつ、捕まってる。はめ殺し。はめ殺し。はめ殺し。よし。落とした。一旦帰ろうかな。うわ、夜だ。今、リアルではね、朝なんで、ちょっとご飯食べすぎたら苦しい。ちなみにあれはね、ちょっと今、建設中の建物なので、まあ、あれはお気になさらず。なんかさ、星おかしくね？星がなんか降ってきてるような気がするんだけど。どうした？まあ、早速、ダイヤのブーツにエンチャントしていきましょうか。で、落下耐性、火炎耐性も欲しいか。落下耐性4。まあ、こんなもんっすわ。こんなもんなんすよ。結局ね。そっか、交易でもいいのか。そういえばね、最近収録外でやることがあってね、この馬小屋をちょっと作ってみたんすよ。な、どうだ住み心地は。これあれだな、ここに、あれ、ここに、あ、そうそうそう。え、なんか漏れてんだけど。でね、うわ、なんでこんなにいんの。え、お前らどうやって入ってんのこれ。村人の増えない増殖期。マジか。いや、もう出てもらうか。あ、そうだ、家畜の世話をしようと思ったんだ。小麦狩るか。
これさ、ホッパーここに設置したらさ、勝手に作ってくれるかな。いちいち1個ずつ入れるのめんどくさいんですよね。このビニールハウスさ、初めて入るかもしれない。売ってから。そういえば今タイタンフォール2が500円なんですよね。480円で売ってて、まあ買っちゃったね。ぶっちゃけどんなゲームか知らない。まあなんか機会があったらやってみようかな、実況で。あ、てかこれ気になるの直してなかった。確か5月25日までだったんで。なんかマルチプレイはつい最近まで機能してないって言われてたんですけど、なんかつい最近またできるようになったみたいで、友達と今度チームデスマッチでもやろうかなって思って。で、あと PC 操作に慣れたいのもあるので、まあいい機会なので、タイタンフォール2やろうかなと。僕の好きなマスティフもありますしね。え、ここ水ないの？びっくりした。マスターデュエルの動画もね、もう上がります。多分3日以内に上がる。なんかね、動かし方がわかんないっすよね。まあ、ネタバレしちゃうと、シャドールデッキなんですけど、今ね、頑張って動かし方を学んでるんで、もう少々お待ちください。未だに鳥が3匹しかいないんだけど、いつも種だけ持ってくるの忘れちゃうんすよね。これが動物差別か。あともうちょい。あともうちょいなんだが、まあこの建築もざっと見ますか。ちょっとね、あんまりね、うまくいってないんですよ。何なんだろうな。ちょっとね、壁がのっぺりしすぎてて、これね、ゆくゆくはもっと上に伸ばすんですけど、そうだから壁をこの黒にするか、こっちの階段にするか今悩んでて、こっちの方が個人的にはいいかなと。まあこれあれっすね、チェスト部屋ですね。さっき見た通り容量がね、いっぱいいっぱいだったんで、まあ上にどん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 伸ばせるチェスト部屋を作ろうかなと思ってます。よし、溜まった溜まったし、食料もいっぱいあるし、ステーンチャするか。いやでもダメ系入れるか、とりあえず。ダメ系むしろ当たりまである、茨姫。まあ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 、まあ、こんなもんすよ。これもうあれやな、素直にゾンビトラップであげた方がいいわ。気づいた。これ結構経験値溜まんの時間かかるね。体感20分ぐらいかかったぞ。そう、さっきのポケカの話するんですけど、僕が使ったデッキはね、切り札スパークのライチュウと、アルセウス・ブイスターを組み合わせた通称アルチュウデッキと、まあ、いいや、先にこれやろう。爆破耐性つかないなあ。あ、ついた。あー、爆破でいいや。頼むぞ。耐久じゃなくてダメ系が欲しい。なんかエンチャントしょぼいな。そうで、あとは最近僕のトレンドのバシャゼラデッキと、一番好きな無限大なデッキ、翡翠大剣器 V を添えて。で、やったんですけど全敗でしたね。おもろかった。あぶねえ、あぶねえ、死ぬとこだった。あぶねえ、あぶねえ。やっぱ立てないと洞窟来ちゃダメだな。頭壊れちゃった。いや、マジで今危なかった。あ、こいつあれじゃん。透明の雲じゃん。久々見たな。えい。あー、爆破耐性。ダメ増加。ノックバック。まあ、爆破にしときましょうかね。うんって感じの装備になっちゃったな。ちなみに剣は、ああ、いいね。ダメージ増加。バカ！お前、マジかよ。後待ちとかするようになったんか。いやいや、いか多いって。それは多いって。本当にここいか多いな。心は10代。あ、普通にドロップ増加ありがてえ。まあでも、これくらいでいっか。アンデッド特攻いらないしな。できた。ここだね。ここに置いて。
よし、無限ついた。どう？左利きの勇者。では、エンドラ討伐、行ってきます。